はいどうも、 VIP です。やってきました VIP です。よろしくお願いします。 VIP です。はい、ということでですね、久々のプロ野球スピリッツエース動画かな、2日ぶりかな。昨日ね、ちょっとあのダルビッシュさんの動画上げさせてもらったので、まあぜひね、見てない方おったらよかったら見てください。はい、ダルビッシュさんの動画に僕のサムネが使われたってやつですね。はい、まあその話は置いといて、今日の企画なんですけども、こちらです。圧を即キュア動画ですね。はい、圧を即キュア動画、もう即キュアってか、もうだいぶ遅れてます。はい、もうレベル58です。ただ今からすぐ即キュアにするんで、即極みです。はい、異論は認めません。はい、ということで早速強化やっていきましょう。もうね、特殊能力とか上げたんですよ。もうなので、とりあえず継承からですね、いやレベル上げようか、さっきなんかちょっと不安やからレベル上げます。はい、じゃあね、早速レベルの方上げていきたいと思います。著作権上ですね、北斗の拳の愛を取り戻せが使えないので、僕のね声でよかったら BGM お聞きください。ではいきます。はい、ということでレベル70になりました。じゃあ継承、はい、じゃあ継承します。 OK ですね。55、左投手だけちょっとねレベル3です。前回の松田選手特訓全然上げてなかったので、特訓ちゃんは特殊能力か。 OK ですね、いきます。じゃあ継承いきます。ありがとうございました今まで。はい、いやーなんかちょっと感慨深いな。これね、選択契約書を取ったマッチなんですよ。まあ動画見てもらってる方は分かると思うんですけど。はい、で最終のレベル上げですね。はい、マッチ即キュアです。ってことでリアタイで使っていきます。いや僕サードのねリアタイが欲しかったんですよね。サードのリアタイって何？まあけど1番で、はい、いっぱい使います。チャンスなんでね、ほんまは1番に置いたらあんま発揮できないんですけど、まあ2回回ってきたらいいなってことで、まあ1試合か2試合やっていけたらいいなと思います。はい、ではどうぞ。はい、ということでやってきました、千賀投手ですね。マジか、ここで千賀投手来るか。松田投手でポコポコ打つとこを見せたかったんですけどね、千賀投手はポコポコ打てんよ。よし、パーリータツだ。さあ頑張ります。久々やな。 OK。あ、球遅いな、けどなんでやろ、なんか遅く感じるぞ、久々やから。 OK。 いやもうストライク入れに来るでしょ、さすがに松田選手1打席目フォアボールは寒いよ。さあ4球目は何か。やばい、めっちゃ打ちやすい。めっちゃ打ちやすい、やばい。あー、ホームラン打たれた後ストレートあるあるじゃなかったっすね、この方は。うまい方かな。はい、2打席です。ガッチ。さあ225、久々に言いましたね225、つつ5ってことですね。はい、わお、ストレートは速いな、なんかツーシームは遅く感じたぞさっき。ブーマーでか。さあメジャー行っても頑張ってくれた方いきます。 OK、 じゃあツーシーム貼ろうかな。うわくそ、ツーシーム貼りすぎました、すいません。謝っても意味ない、謝らんでもいい別に。まあ次は絶対入りに来るんで、多分まあファーボールはないでしょうおそらく。ゲッツーだけは避けたいよ。はい、もうた、やばい、強い、衰えてません。はい、頑張ります、リアルタイム対戦頑張ります。よいしょよし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 、これ松田選手もう一回回ってくるんちゃう、もしかしたら。いや、ちゃうわ、5点にしたらあかんのか。OK、前回のリアルタイム対戦のランク戦以降なんですけど、まあ以来か、以来なんですけど、あの時も2試合連続コールドやったでしょ。いや、やばっ、え、待って、いや、これ松田選手の動画よりも俺の打撃が開花してる動画になりそう。松田選手じゃなくて俺が熱を今、しかもこの千賀投手からね、シリーズ2の。いや、抜けるんちゃうこれも。あー、7番ですもう、まあ、次の回1点取られたら大丈夫か。松田選手回ってくるかもしれんけど、もしかしたら2試合目やるかもな。あー、おー、危ない。 OK、 もうね今スローボールと、じゃスローカーブとスロースライダーとカット投げたでしょ、ツーシームなんですよ。うん、もうね、あんな同じ球2球投げてくるかってなかなかいないんですよね。ワンチャン、いるではありません、久々に言いました。はい、ヒットヒットでランナー貯めて松田選手ホームランで終わらそう。よし、おー、危ねえ、ワンシフトしてた、ワンシフト。9番回ってきました、よし、ここホームラン打ったらダメですね、ゲッツーもダメですよ。松田選手回ってくるね、もう一回、ラッキー。 OK、 じゃあなんかね、ボールが遅く見えるんですよ、なんやろ、え、アップで入った、ボール遅くならアップで入ってないですよね。あー、なるほどね、うまい、まだ投げてない球をいきなりこういうところに投げてくるのがうまいですね。 OK、 さあ次は入れに行きます。フォアボールはないでしょう。恐れてたことを、やっぱマイナスなことは口に出すと起こりますね、その出来事が。だから今ゲッツーは一番嫌なところって言ったらゲッツーになったでしょ、やめとこ、ネガティブなこと発言やめよう、これから。はい、センター、
ライト、よし、山本由伸選手なんでね、ちょっと使ってるとこ見したいっていうのがあって今流してると思います。ここはカットしてないですね。松田選手の動画やけど、いや強い。え、おい、忍者やったら撮ってたぞ今。いや、まあちょっとね、昨日の動画の話になるんですけど、いや皆さんほんまにダルビッシュさんにね、僕の作ったサムネイルを使ってもらえるなんかほんまにね、もう奇跡ですよね。すごいですよねほんまに SNS って。SNS の凄さを改めて実感した一日でしたね昨日は。うん、ナイスボー。でかっ、え、人間、人間じゃないぐらいでかいねんけど。いやちょっと待って、ちょっと安易に配球になってるよ。行かれる、セッター、ナイス。はい、ということで2試合目やっていきましょう。さあ、能見さんですね、能見さん。うわー、パワーヒッター使うんか。松田選手ね、特殊能力ね、チャンスがあるんで、一番バッター向いてない。はい、ナイスバッティング。はい、松田選手の速球は動画終わりです。嘘ですよ。 OK、 能見選手って打ちにくいんかな。僕持ってたんですけど、ミキサー即ミキしましたからね、即ミキ。おい、うわー、入ったんちゃう。やば、さっきとは打って変わってすげえ調子悪い。楽にさせている印象がありますよね。落ちて、よしよしよし。さあティカ、いや、やばいやばい、ちょっと待って、能見さん打ちにくいぞ。なんでや、左ピッチャーのツーシームって打ちにくいよね。大野選手しかり、フォーク、入った、入れ。いや、1点取っときたい、負けそう。次と、うわー、ドメさん、松田選手もう一回回ってきてほしいけど、裏やから無理そう。ボール、ちょ、フォーク落ちなさすぎじゃない。変化量マイナス1じゃないよね。ドラゴンソウル、よし、ドラゴンソウル見せろって言われましたからね。ドラゴンズの応援歌いいよね。 OK で、スライダー投げたからもうスライダー捨てます。ここでツーシーム張ります。で、ツーシーム張ってはストレート打てると。さあ、やばいよ、1点はやばいよ、さすがに。ちょっと外角のスライダー打てるか、ちょっと投げてみろこの人。いや、ホームラン打たれたらシャー来そう。危ね、ホームランシャーは一番ムカつきますからね、うん、ガンダムのシャーみたいな言い方しましたけど、シーシー。いや、うまいな、タイビ、よし。うわ、欲しい、ノリピー欲しい。ノリピーって僕前のあの則本選手のことをノリピーって言って、酒井紀子で草みたいなコメントよく来てましたけど。いや、甘いか、オッケー。いや、うまっ、くそ、追いつかれた。やばい、ここ1点に止めないと。ちょっと次ます、菅野投手。いや、うまっ、マジか。いや、ノーアウトなんですけど。え、ちょっと待って、見切られてね。OK、 いやー、多分スプリット見切ってんなこの方。あ、見切ってなかった。いや、今日正直言ってツーシームとスプリット張ればいけるんでね、マストン。ちょっと弱くなったのは弱くなった。振って、うわ、キッツ、次ツーシーム張られてるでしょう。ストレートいこう、よしよしよし。で、スプリットですね、高いとやばいよ。 OKOK、 ナイスボー。で、同じ高さからのツーシームかな。ちょっと間合い開けますね。よし、いい間合い、うん、いい間合いで、ここ安易に入るといかれますね。ちょっと安易に入らせてください、ちょっと。ナイスボ、うー、ちょっともう一度いきますね。変えてもいいけどな。いやー、もうスプリット、いや、ここファーボールでいいわ、変えるわ。いや、結構ここね、多分ね、一番のターニングポイントなんですよね。切り札です、はい、もう遊戯王で言ったら切り札ですよ、うん、遊戯王で言うね、あの、ま、聖なるバリア、ミラーフォースですよこれは。いけ、ミラーフォース、聖なるバリア、ミラーフォース。せい、よっしゃ、強っ、よしよし、タイピめっちゃ走っていった今。さあ、ホームランで終わらせましょう。松田選手の速球は動画、最後買って終わりたいよ。帰るよね。うん。出たー、スコット。スコット、カナダ代表でオリンピック目指します。うわ、しかも変化量マイナス1の体力減ってます。注意ね。注意注意。ちょっと待って、マジ意識しよう。ホームラン終わらそう。
よし、くそ、いやノーアウトランナー一塁が一番ややこしいんですよね。ゲッツーあるから。はい、来た、よしよし。いやけど今のホームランならんか。いや送りてー、ちょっと待って、ここ送っていい、ここ送っていい、次回ってくるんで松田選手、ここで決めてしまうとあかんので。出たー、いや送るで送るで。ここは別になんか元日本一のくせに送ってて腐ってコメントやめてね。よし、さあ来ました松田選手。ここ申告敬遠された動画の落ち的に最高。 OK、 いや決めるよ。はい決まった、よし。はい、ということで松田選手の速球は動画松田選手で決めれました。ありがとうございました。